はい、どうも、ゆるきすです。さあ、今回もね、開封動画をね、していきたいと思います。先ほど5分前ぐらいにね、届いたばっかなんですけど、結構ね、でかいです。さあ、今日はね、どんな植物をね、開封していくのかと申しますと、起立性のシダ植物になります。はい、じゃあね、早速ね、開けていきたいと思います。流通がね、すごいしていないと言いますか、まだね、世の中の市場に出回っていない品種なので、私的には結構ね、今ドキドキしています。はい。で、やっぱりね、これは結構ね、ネットでね、購入しました。まあ、ネットと言いますか、まあ、インスタでいつもね、お世話になっている、こうね、ところで、そこのね、お店からね、購入させていただきました。で、実は、今ね、これ撮影時期が10月なんですけど、迷ったのが、ちょっとね、起立性のシダ、これ今回私が購入したのが、寒さにね、すごく弱いんですよ。結構15度以上をキープしてほしいっていうことだったので、もうそろそろね、冬になるので、ちょっと今年は諦めるかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱね、どうしても欲しかったので、今回ね、ちょっとね、手を出しちゃいました。あ、今ね、結構。あ、結構でかっ。結構ね、こういう開封ってね、慎重にね、行う方いると思うんですけど、結構これ、ご覧のように結構、僕が結構雑な性格なんで、おっと、おー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 おお、めちゃくちゃいい感じです。想像してたよりもすごく綺麗です。じゃあちょっとね、早速ね、開封したので、オープンしていきたいけど、あ、さらに下まで綺麗に梱包されてある。結構ね、まあ某オークションとかね、いろいろと、ね、ネットショッピングとかってあるじゃないですか。やっぱそういうところで素人さんがね、やるから、梱包も結構雑だったりとか、あと一番目立つのが、ノークレーム、ノーリターンっていうんですか。あの言葉って実はなんか、ちょっとおかしいよなと思ってて。あれってなんかそう言えばそう成り立つのかって言ったら実はそうじゃないですよね。結構なんで購入した人とかも、こうやってね、動画撮ってたりとか、写真とかを撮っとくのって大事で、本当に、中にはね、こう、偽物であったりとか、その、写真の状態とは明らかに違ってたり、枯れていたりとか、した場合ね、全然、返品とかって、できるんで、しっかりね、ちゃんと写真とか動画でこうやって証拠を残しておくっていうのがすごく、ね、大事だと思います。こちらです。まあ今もちらって見えちゃった方もいらっしゃるかもしれないですけど、こちらが、今回ね、起立性のシダ、ブレクナムね、ギッバムのドワーフと言います。はい。葉っぱのね、模様がこんな感じで、すごく綺麗ですね。なんか想像してたよりすごく美しいっすね。なんかもっと葉っぱとかもチリチリして、ね、なんかちょっと枯れてるのかなと思ったんですけど、すごく綺麗です。で、このね、起立性のこの幹がすごくね、ジメジメしていますね。やっぱりね、熱帯系の植物なので、すごくお水が大好きということで、もうほぼね、保湿水をしている管理ぐらいの勢いみたいです。で、結構ね、乾燥に本当に弱いので、水をね、しっかりと与えてくださいっていうふうに、ね、書いてありました。もともとこのね、ブレクナムギッバムはね、シルバーレディというね、いわゆるシダ植物ですね、園芸品種の言い方だと、ブレクナム、シルバーレディっていうね、名前で園芸屋さんとかで売ってます。で、それは結構幹も大きくて、葉っぱがもっとね、大きいんですよ。で、かなりドワーフっていうのは、この葉っぱの大きさがね、今ご覧の通り、これぐらいの大きさにしかならない感じで、成長はね、結構かなりゆっくりみたいです。で、鉢はね、シダ植物で結構水はけというか、なんていうんですかね、石みたいな感じの鉢です。結構こう、水をこう、保つために、排水性というか、保水性を高めるために、いう感じの石の感じがします。触る感じはでね、ご覧のようにもう苔とかがすごい生えててかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。葉っぱもねすごくね綺麗ですよね。
改めてちょっと見ていただきますが、こんな感じで、この細長いね、葉っぱの特徴的なこういうね、シダの形状してますね。で、結構葉っぱはね、この幹っていうんですかね、ここのところからすごく、生えている感じがします。で、さっきも言ったこの真ん中の、ちょっとね、丸い形してるんですけど、この黒い部分が。ここからはね、なんか、何なんですかね、この、こっからまた葉っぱが生えてくるのか、ここの部分がまたさらにこう、幹が大きく太ってくるんですかね。うわぁ、かっこいいなぁ。めちゃくちゃかっこいいですね。で、起立性シダは、ちょっとね、ネットとかでも情報が全然少ないんですけど、結構本当にジャングルの中で、こう、川が流れてて、もうね、常にこう、水が流れているようなところで、で、空中湿度もすごく高いところにある、自生している植物みたいです。はい。で、結構ね、明かりはそこまで、必要ないと言いますか、もうね、木々が生えているところにこう生えているも下にね生えているものなので、まあ、直射日光はねしちゃいけないということなので、まあ、我が家ではね、まあお外で管理するというよりかはまあ室内で、水槽の中に入れて、育成ライトでね当てて育ててみようかなと思っています。はい、これからまたこのね、起立性のこのブレクランキンパムドワーフの、ね成長過程とかもまたねお知らせしていきたいと思います。はい、またね、気になったことがねあればねまたコメントとかでしてくだされば私またいろいろとねお伝えします。で他にもねこういう起立性シダでなんかおすすめのシダ植物とかあったらぜひまたねコメントとかでお知らせください。はい、今回ねこういった開封動画になりました。はい、今回もねこの動画良かったなと思った方ねグッドボタン、そしてね高評価もね同じですね、グッドボタンで高評価お願いします。であと一番大事なチャンネル登録ですね、チャンネル登録お願いいたします。はい、それではねまたお会いしましょう。